イセングリムスの刺し絵、キツネ物語、ルナールの物語の刺し絵キツネ物語群は、キツネとその他の動物を擬人化してヨーロッパの中世に語られた長編詩の物語群で、ラテン語、オランダ語、ドイツ語、フランス語、英語版などが作られた。キツネ、オオカミ、シカは世界中普遍的な動物で、それぞれの地域で種類は違うが、日本も含めて、 世界各地で民話に登場してきた。ヨーロッパでは赤狐が広く生息していて、鹿狩りが鹿の減少でできなくなると狐狩りなども行われてきた。また古来のイソップ偶話に代表される動物説話などの伝統に基づく動物偶意談が中世にあり、その上に狐物語群と呼ばれる狐と狼を中心とした動物世界に名を借りて、 その時代の社会の矛盾を記述して笑い飛ばす。野油文学が発達してきた。赤狐に関するヨーロッパ中世のラテン語の野油文学の本をもとに様々な文学が生まれた。各国語版は単なる翻訳でなく、各国の社会体制や事情に合わせて本に追記、削除がされている。1 1 4八から1 1 5三年にラテン語版イセングリムスが長編。 比喩長編詞として、現在は、ベルギーのヘントのニバルドゥスによりまとめられている。動物の世界を借りた、この長編詞では、狼のイセングリムスが、宿敵のキツネのレイナルドゥスに、徹底的にいじめられ、叩かれ、打ちのめされて、最後には生きたまま66匹の豚に食べられてしまう。すべて当時の中世社会が、風刺的に描かれていると言われていて、狼が、死教。 修道院長階級を表しており、彼らが自分らの罪のために庶民を表す狐に罰を与えられるという、社会がひっくり返ったような記述が続いている。このラテン語長編詩は、その後ヨーロッパ各国の文学に移植されていて、各国語で翻訳、創作がなされている。狼のイセングリムスがあるヒモリの中で狐のレーナルデュスに遭遇する場面は、次のように書かれている。 1174年に古フランス語版、ルナール物語が、ピエール・ド・サンクルーにより書かれている。この物語とそれ以降、フランス語で語られた物語、アニメーションは、キツネ物語群の中でも、最も活発で、多岐にわたっている。このため、フランス語でキツネを表す言葉はもともとグーピール、イコールグピーピルであったが、それを、ルナールイコールルナールに変えてしまった。 ルナール物語の出だしは、当時のインブンセは話や、ブリテン物語に則っ,った形式になっている。13世紀に中期オランダ語版、ファンデンボス・レネルダが、ビレム・ディマドック・メクテにより作られて、当時のオランダ語文学の傑作であるされる。内容は、当時のオランダ王ナムールのフィリップ一世と取り巻きへの、やゆに満ちていると言われる。この本は後に、ラテン語に翻訳されて、また、 同時代の無名の著者により8000行の死にまで拡張されて1487年に出版されるとヨーロッパ中で読まれ後のキャックストンの英訳ゲーテのドイツ語訳エリスの英語訳の元となっている英語ではジェフリー・チョーサーはカンタベリー物語の二人児相の話でキツネ物語群から一相話を入れているウィリアム・キャックストンは 上記の13世紀のオランダ語版をもとに、英語翻訳、The History of Reynard the Fox を作っている。近代及び現代には、様々な分野での作品が作られた。ドイツ語では、ボルフガンク・ホンゲーテの作品に、キツネのライネケがある。全体は六歩角でできた十二の詩でできていて、ライオンが、王様の動物王国で、キツネのライネケは悪者だという訴えで呼び出しに来た、クマ。 猫、タヌキなどを騙し、仕方なく呼び出された王様の前ではその取り巻きと王様自身をも得意の口先で騙し、宿敵の狼をも倒し、ついには王国の最小にまで出世する様を描いている。ゲーテはこの試作品を、調査のカンタベリー物語の出だしの初春の情景の記述を思わせるような次のような初夏の情景描写から始める。イエスエリスは、 上記の13世紀のオランダ語版をもとに、英語翻訳、The History of Reynard The Fox を作っている。1922年に、パリで、バレージュスにより初演されたイーゴリ・ストラビンスキーのバレー、キツネ、歌と踊りのためのバーレスクは、アレクサンドル・アファナーシェフが採集したロシア民話に、基づいている。1937年、ハン・ユダヤ的オランダ語版が、 オランダベルギー人のロベルト・ファン・ゲネフテンによって作られている。1929から1932、白黒アニメーション映画がパリで進められたが、サウンドトラックをつける段階で予算不足になり、ドイツの方でその作業が続けられて、1937年にキツネのライネゲレーネケフックスとして完成して、ベルリンで公開された。これは、 最初のアニメーション映画として10詞にも数えられるもので、人形アニメーションとしては、ソビート製のシンガ・リーバーに次ぐものであった。このフランス語版、ルナールの物語は1941年に完成し、それをもとに英語版、キツネの物語などが作られている。1985年に、モイルナールというアニメーション映画が作られて、これはヨーロッパ覚悟に翻訳されている。 日本でも狐は普遍的な動物で、説話の中に狐物語がたくさんある。ヨーロッパの狐物語群については、日本では本意は行われず、日本語翻訳が行われてきて、などがある。また童話として、などがある。ゲーテ没後150周年に、大阪の人形劇団クラルテが、狐イ年家の裁判として上演している。ありがとうございます。